メジロ・モンスニーは日本の競争場、シュボバ。1983年の新山記念、1985年の高松グーバイの優勝場。1983年春のクラシック競争の成績から同年クラシック三冠を達成したミスター・ CB のライバルとされた。主戦騎手は清水栄治。場名は冠名ヨーロッパ横断特急の列車名、モンスニー。 バレエは9表記に統一する。メジロモンスニーは1982年6月、札幌競馬場の新馬戦でデビューした。新馬戦は4着だったが、3戦目の未勝利戦で、初勝利を挙げると、北海道三歳ステークスに出走し、重勝初挑戦したが5着に終わった。その後、5戦目の400万下条件戦の萩特別、7戦目の オープン特別の3歳ステークスで勝利を収めた、メジロモンスニーは12月に行われた、当時の関西3歳馬のチャンピオン決定戦、阪神3歳ステークスに出走したが、発着に敗れて、この年を終えている。年が明けて1983年1月、メジロモンスニーは、新山記念で勝利を収め、重賞初制覇を達成した。だが、その後、ひさ賞では、 日本ピロウィナーの5着、スプリングステークスでは、竹の飛燕の4着と勝ちきれないレースが続いた。それでも、メジロモンスニーはレースを重ねるにつれ、後方待機からの追い込み戦法を取るようになっていた。こうして迎えたクラシック第1弾のサツキ賞でも、メジロモンスニーは、今までと同様の戦法を取った。道中は、後方で待機していたメジロモンスニーは、 第4コーナーで8番手まで進出、直線で猛然と追い込んできたが、同じく後方からレースを進めていたミスター CB を捉えきれず、半馬審査の2着に敗れた。続くクラシック第2弾の日本ダービーでは、サツキ賞を制したミスター CB に次ぐ2番、人気であったものの、長距離向きの決闘であったことからメジロモンスニーが、ミスター CB を逆転するのでは、と予想する、評論家もいた。 レースでは普段通り後方に待機したメジロモンスニーに対しミスター CB はスタートで出遅れた上に交渉面から早めに進出を開始するレース運びとなった。レース序盤を見る限りメジロモンスニーに展開が味方したかに思われたが結果は直線に入っても脚色が衰えなかったミスター CB が一着でゴール。メジロモンスニーも直線で鋭い伸びを見せたもののビンゴカンタを 頭逆わし、ミスター・ C ・ B から一馬身3、4差の2着を確保するに止まった。サツキ賞、ダービーと2戦続けて2着となったメジロ・モンスニーは、ミスター・ C ・ B のライバルと言われるようになり、前述のように長距離向きの決闘であったことからクラシック3冠最終戦の喫下賞での逆転を期待する評論家もいた。しかし、メジロ・モンスニーは、 菊花賞トライアルの神戸新聞杯に出走して三着になった後、死骨の骨折が判明し、菊花賞の出走を断念せざるを得なかった。一年の長期休養の後に復帰したメジロモンスニーが、久々の勝利を挙げたのは6歳になってからだった。4月、阪神競馬場で行われたオープン特別、大阪城ステークスで、新山記念以来の勝利を飾ったメジロモンスニーは、続く、 天皇賞でミスター CB に再び挑むことになった。しかし、レースではメジロモンスニーは終始後方のまま、シンボリルドルフから3.0秒も離された9着に敗れた。ミスター CB は5着だったため、このレースでもメジロモンスニーはミスター CB に先着できなかった。天皇賞後、メジロモンスニーは高松の宮杯で久しぶりの重賞制覇を飾ったが、 その後、故障月ちとなり、翌年6月の高松具イで14着に、敗れたのを最後に引退した。メジロモンスニーは1987年から種ボバとなったが、高崎オークスを制したティラミスなど地方競馬の重症化チウマを出したにとどまり、1995年には種ボバを引退している。1984年より、グレード制による競争格付け開始。 ありがとうございます。